こんにちは、ケンチくんです。今日は夜よく眠る方法についてお話をしていきます。早速夜よく眠る方法なんですけれども、1点目ですね、ストレスを除去する。2つ目、散歩入浴深呼吸の3つ、これがですね超効果が大きいですよというようなお話をしていきます。自分自身ですね、昔かなり、不眠症に悩まされていた、ことがありました。様々なストレスによってですね、もうずっと一日中不安で仕方がない、夜なんか眠れない、眠ってもすぐに中途覚醒してしまう、嫌な夢を見てすぐに起きてしまうといったような症状のに悩まされていた、期間が、かなりの期間ありました。ですけれども、それをですね、なんとかそういったような心身の不調を脱して、夜よく眠れる生活を送れるようになりました。そのためにですね、自分がやった中で実際に効果が大きかったことについて今日はお話をしていきます。まず1点目、ストレスを除去しようということですけれども、まず1つですね、これはもう心に刻んでいただきたいと思ってるんですけれども、ストレスを除去するためにはですね、生き方を変える必要があるということをご認識いただきたいなと思ってます。特にですね、不眠に悩まされている方、例えば不眠についてなんかをですね、ネット検索なんかをしますと、非常に小手先のテクニックばっかりが出てきます。例えばですね、入眠前のなんかストレッチをしたら眠れますよとか、眠れる音楽を聴いたら眠れますよとか、アロマの香りを嗅いだら眠れますよとか、そんなことばっかりが出てくるんですけれども、バカ言ってんじゃねえよと個人的には考えてます。そんな小手先なことでですね、一時的には効果が出ることもあります。ですけれども、そんなことをしてもですね、すぐに体は慣れてしまうと、自分の実感としてはそうでした。ですから根本的に、良い眠りを手に入れるためには、その良い眠りを妨げている、根本の部分をですね、原因を取り除かなければいけないと、自分は考えています。そのためにはですね、ストレスに感じているもの、例えばですね、仕事がストレス源が仕事にあるんだったら、もうその仕事を変えるとか、職場の上司にあるんだったら、上司を、いないところに、職場環境に変えるとか、そういったようなことがですね、必要なんではないかなと思ってます。様々なですね、原因があろうかと思います。けれども、その原因の根本を除去するような、そういったようなですね、行動を変える、生き方を変える、そういったような覚悟が必要なんではないかなと、自分は考えています。続きまして、2点目、2点目といってもですね、3つ挙げさせてもらってます。散歩、入浴、深呼吸、この3つは、非常に効果が大きいと、考えてます。特に1つ目のですね、散歩についてですけれども、これはですね、心がすっきりする、ストレス解消効果がある、という点とですね、程よく体を疲れさせることができるという点で、良い眠りを得るために必要な活動なのかなと、考えています。続きまして、入浴と深呼吸ですけれども、これはですね、どちらもリラックスをするために非常に有効なのかなと、思ってます。自律神経について、以前の動画でもお話ししたことがあったかと思うんですけれども、副交感神経をですね、活発化するためにも、この2つは非常に有効な方法であると、考えてます。眠りにつくためにはですね、興奮した状態、交感神経が、優位な状態ではなかなか眠りにつくことができないので、こういったような入浴、深呼吸、こういったようなことでですね、体をリラックスさせて副交感神経を優位にさせることが、良い眠りにつくとためにですね、必要なことなのかなと、効果の大きいことなのかなと個人的には考えています。はい、最後にまとめですけれども、夜よく眠る方法は、ストレスを除去した生活を送る、散歩、入浴、深呼吸、この3つを活用して、するとですね、夜よく眠ることができると。もちろんですね、これだけをやってれば、夜よく眠れるのか、というとですね、もちろん保証はできないんですけれども、自分自身試してみて非常に効果が大きかったことですので、もし、不眠等に悩まされている方、いらっしゃいましたら、試してみてはいかがでしょうか。はい、本日の内容は以上になります。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。